はい、というわけで改めましてこんにちは、トパログです。はい、冒頭の方ではこのねライツフォン1を使った、まあ、Vlog 的なところねちょっと出してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。実際にねライツフォン1を1週間ぐらい使ってるんですけど、結構ねスマートフォンっていうよりかはカメラ的な写りをしますよね。結構ね写りもシャープすぎずに立体感とコントラストでなんかこう写りを綺麗に見せる技術というか、その辺がね割とカメラっぽい感じがするなという印象なんですけど、今回はねこのライツフォン1のレビューということで実際にね使ってみた感想とか、あとは僕が今メインで使ってるカメラライカ M10 ですね、ライカのフラッグシップ機なんですけど、まあ、これとねどういう風に使い分けるのかとか、まあ、これと比べて実際絵作りとかどんな感じなのかっていうのを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでねこちらがライツフォン1の外箱ですね。ソフトバンクから発売されているのでソフトバンクロゴが入っています。発売はソフトバンクなんですけど、回線の契約とかする必要もなくて最初からねSIMフリーのスマートフォンとなっています。店頭で動作確認のために開封は一度してしまっているんですが、改めてちょっと開封をしていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらがねライツフォン1ですねの本体です。ディスプレイがでかい 6.6 インチのねディスプレイを搭載しているので、正直ねかなりでかい印象です。ライカのねレンズキャップが付属していて、ここにライカのロゴが埋め込まれています。で内箱の下を開けるとこんな感じで一応ね付属品たちが入っていますね。SIMピンの形は丸いですね。データ転送専用らしいんですけど、 USB-A と USB-C のアダプターが入っていました。で説明書みたいなのが入っていて、こちらがね噂の付属しているシリコンケースですね。すごいライカのロゴが埋め込まれてるんですけど、ちゃんとね立体的ですね。手元にあるこのライカ M10 のロゴとほぼほぼ同じものが搭載されています。で、まあ、シリコンケースなので結構柔らかめですね。でサラサラとしたマットな素材感です。で内側がなんかマイクロファイバーっぽい感じでモコモコとしています。でやっぱりね多分皆さん気になるのが本体の方だと思うので、本体もね見ていこうと思います。こんな感じでここもねライカロゴが埋め込まれてるんですけど、ケースみたいにデコボコはしてなくてかなりねスムースな感じですね。で表面のね素材感はかなりマットな質感です。だけどまあプラスチッキーな感じがするので、このプラスチックの上にシリコンっぽいのが塗布されている感じですかね。お財布携帯フェリカ対応の NFC タグがここに備わっていて、ここにライカ特有のロゴでデザインドバイライカって書いてありますね。でディスプレイに関してはラウンドを描くようなこのね 6.6 インチのディスプレイで、このデザインに関しては意外とね先進的というかスマートフォン的な印象を受けますね。ライカだからてっきりねこういう感じのデコボコとした素材の革っぽいフェイクレザーとかを用いるのかなと思ってたんですが、で横側もねアルミのローレット加工がしてあるだけで意外とねシンプルな感じです。こんな感じでデコボコとしています。で上から見るとあのカメラのね軍艦っぽい形でラウンドを描いてることが分かりますね。憶測なんですけどこのねラウンド部分をちょっとねイメージしてるのかなと思いました。並べるとこんな感じで、この上の部分にはナノSIMカードスロットとあとマイクかなと、あとこの中にねマイクロ SD がちゃんと入ります。マイクロ SD 入るのはね本当に嬉しいんですけど、これね SIM ピンがないと SD 取り出せないのでそこだけちょっと不便ですね。で底面を見ると充電とかデータ転送ができる USB-C ポートが備わっていて、でここにね個人的にはめちゃくちゃ嬉しいイヤホンジャックが備わっています。これがあると何がいいかっていうと、例えばねこういう感じの外部マイクとか、あとまあうるさい場所でもちゃんと自分の声が聞こえるピンマイクとか、そういうのがねちゃんと入力できるんですよ。なので Vlog 撮る時とかもこのねイヤホンジャックから直接マイクがさせるんで、その点に関してはありがたいですね。ディスプレイちょっと拭いとこう。ディスプレイねこれラウンド描いてるんだけど保護フィルムとかあるのかな。あすごいちゃんとライカーって言って今のやつが流れますね。あSIMカード入れないと、SIMカードよいしょ。あSIMピンホルダーこんな感じになってるんですね。ここにナノSIMで奥にねマイクロ SD が入ると思います。で今ねリスタートしているので簡単にねスペックを紹介しておこうかなと思います。まあ、このねスペック自体は前の動画でも紹介しているんですけど、ディスプレイはね 6.6 インチですね。イクゾーのディスプレイ搭載しています。このライツフォン1に関しては元となるスマートフォンがあって、それがねシャープのアクオス R6 ってやつなんですよ。それがねアクオスのフラッグシップなので、これもねフラッグシップ級のスペックを搭載してますね。メモリー 12GB でストレージがね 256GB 入っています。であと
と個人的に嬉しいのが防水防塵性能備わってますね。沈むとか水中で撮影はちょっと難しいんですけど、シャワーがかかったりとかそういうのだったら全然大丈夫ぐらいの性能です。で、まあ、一応ねカメラについてのスペックも触れておこうと思うんですが、1型センサーを搭載しています。最近のスマートフォンの中では、まあ、最大級かな。でレンズはね最近のスマートフォンの中では珍しい一眼で、広角 19mm の、まあ、有効画素数2020万画素のものを搭載してますね。 F1.9 でズミクロンの名を冠しております。僕はいつもライカのカメラを使う時に使うレンズがズミクロンなので、これとね同じ名前を冠しているっていう感じですね。まあ、こうやって見ると同じようなサイズ感なのかな。はい、という余談は置いておいて、まずはね初期設定していきますね。センサーがこのディスプレイ内に備わっているので、ここをねタッチする感じかな。わーすごい、ちょっと左手もやっておこう。わーいいっすね。今ね壁紙設定中なんですけど、ライトフォンだからかライカっぽいような白黒の映像が選べますね。あすごい、これシンガポールだ。来ましたね、ホーム画面に来たんですが、ホーム画面のプリインストールアプリはこんな感じですね。前面にね Google が来ていて、ソフトバンクも一部ありそう。ソフトバンクのアプリめちゃくちゃプリインされてますね。こういうのねライカフォンだから外してほしかったっすね。こういうのもなんか 5G とかで分ける必要あるんかなって思うんですけど、ソフトバンクのおかげでこのスマートフォンが発売されてるわけなんで、まあ後で無効化しておきましょう。でまあライカフォンの特徴なんですけど、ここにね LFI っていうちょっとライカのこの作例というか雑誌みたいなコンテンツが楽しめるのが一番上に来てますね。でまあこの辺は後で初期設定していこうと思います。はい、というわけでね、ライツフォン1を実際に1週間ぐらい使ってみたので、ちょっとね感想を紹介しておこうと思います。まずカメラに関してですよね。一番このスマートフォンの売りってカメラだと思うんですけど、まあ、カメラについては本当にスマートフォンっていうよりもカメラに近い写真が撮れるかなと思います。例えばね今ちょっとライツフォンで撮った写真を見てみてるんですけど、こういう感じの写真ってなかなかスマートフォンじゃ撮れなくないですか。なんかこう例えばここに西日が当たっていて割とねハイライトが強めなんですけど、この後ろ側とかはシャドウがかかってるんですよね。スマートフォンで撮るとこのねシャドウの部分もきっちりね明るくなんか HDR がかかったような写真になりがちなんですけど、このねなんかコントラストがはっきりしていることによってライカ的というか結構ねカメラ的な写真に仕上がってるんじゃないかなと思います。この金属部分とあとこのね石段ですよね、この床のタイルの部分のなんかこう質感まできちんと出してくれているのかなっていう気がしています。これもねライツフォン1で撮影してるんですけど、このメッキの部分のねなんか質感とかもかなりねパキッとシャープに写ってるんじゃないかなと思います。であと個人的にすごいなと思った描写がこの写真なんですけど、これとかもこのね水の波の質感とかがもうスマートフォンのそれじゃないというか、かなりね繊細に映し出してくれている気がするんですよね。水の質感がかなりこの波打ってるところの描写とかまでちゃんとね、拡大するとさすがにねノイズとかザラつきみたいなのを感じたりするんですけど、かなりねスマートフォンとは思えない仕上げになってると思います。でなおかつこれローで撮影してるんですけど、こんな感じで結構ねローデータも割とダイナミックレンジが広いので結構ね編集もしやすい気がしますね。ライカユーザーだったら割とアンダーめにしがちだと思うんですけど、このぐらいまでアンダーめにしても面白いし、例えばねモノクロにしたとしてもなんかこう波のね柔らかさとかがかなり描写シルキーな雰囲気が出てると思います。あとはまあ車とかですよね、ちょっと夕暮れ時で暗い場所で撮影しているので若干ねノイズは乗ってたりするんですが、車の金属部分と塗装のこのディティールみたいなところもかなりねなんか立体感が出ていて質感がきちんと表現されているのかなっていう気がしています。さすがにねこの明るさだから結構ねノイズが乗りまくるかなと思ったんですが、こうやって撮ってみるとかなりね車体の滑らかな雰囲気が出てる気がしますよね。で例えばね編集する時とかにノイズ軽減をちょっとねオンにしてあげると、まあこの滑らかな質感はそのままでノイズがちゃんと消える気がするので、こうやってね編集を前提とした使い方でもかなりね使えるスマートフォンなんじゃないかなと思います。
で、まあ、ライツフォン1の場合得意な描写でいうとこういうね5メートル以上とかかなりね無限遠に近いような状態で明るい場所でシャッターを切るとねかなり綺麗な質感が出てる感じがして、これとかもですよね、この写真とかも本当に一眼で撮ったって言われても全然遜色ないレベルで綺麗に撮れている気がしますね。この写真みたいにライカルック的な感じでちょっとねモノクロにしても面白いかなと思います。まあ、ライツフォン1の場合結構ね得意だなと思う描写としてはやっぱりね5メートル以上離れた場所でなおかつ明るいところをこうスナップ的に撮るとかですね、であとは明暗がはっきりした場所、さっきのね映像でも出したこういう街中の何気ない日常とかを切り出すとか、なんかこう質感、例えば金属とか水の流れとかそういうところをなんか切り取るっていう目的だったらめちゃくちゃもうカメラとしても全然使えてしまうというか、カメラと比べてもどっちがどっちなんだかちゃんとねズームしないとわからないレベルなんじゃないかなと思います。まあ、JPEG に関しては実際に見る映像とかあとローデータとかと比べると結構ね、サイドが抑えられてて逆にコントラストがちょっと強いみたいな印象を受けますね。だからかもしれないんですけど若干冷たいような雰囲気を感じています。例えばねこの木の写真なんですけどローデータと比べて JPEG の方がやっぱり冷たい印象というかなんか不自然な感じしません？なんか人工的な雰囲気あると思うんですが、そういうね色付けがされがちな気がしますね。この辺はなんかライカ CL とかライカ TL とかライカのね APS-C シリーズの色の付け方というかカラグレに似てるのかなっていう気はするんですけど、あとね JPEG で言うとライカルックっていう機能が、まあ、ライカのライツフォン1独自にあるんですけど、それに関してはこんな感じで白黒で撮れますね。いわゆるモノクロームライカみたいな感じで、この辺は僕あんまりモノクローム写真に関しては全く詳しくないので、これがねフィルムと比べてどうだとか実際にモノクロライカに比べてどうだっていうのはちょっとね言葉にするのは難しいんですけど、やっぱり普通のスマートフォンよりもセンサーが大きくて立体的かつねこの細部まで綺麗に描写ができるので、そういう意味では、まあ、モノクロームにして撮るのも結構ね面白いのかなっていう感じはしますね。 だからといって僕はあんまりモノクロ使わないので、どっちかっていうと JPEG よりかは、まあ、ローデータで撮影して後でね普通にライトルームとかに取り込んで、まあ、コンパクトなカメラを持ち歩いてる感覚で使うっていう感じになりそうですね。まあ、参考までにこのねライカ M10 これ130万円ぐらいしたんですけど、まあ愛用してる僕のメイン機ですね。でこちらですね、今回購入して使っているライツフォン、まあ実際に購入した価格は16万8000円とかそのぐらいだったんですけど、このね2台を取り比べてみた写真があるのでちょっとね見ていこうと思います。例えばねさっきから紹介してるこの海の描写ですね、これどっちがどっちだか分かりますかっていうところなんですけど、パッと見てこの状態で見ただけだとね多分ねあこっちがもうこれだねっていう風に分かる人は結構少ないんじゃないかなと思います。それぐらいこの描写に関してはねライカ的というかライカ M10 と比べてもどっちがどっちだか分かりづらいぐらい綺麗に写るっていう感じですね。でまあ答えで言うとこれがライツフォン1で撮影した写真で、これがねライカ M10 で撮った写真なんですけど、まあ若干ねやっぱりセンサーが全く違うものなので色作りとかそういうのはね違かったりするんですが、こうやってね波の質感とかを見比べても結構ねライツフォン1強いんじゃないかなと思います。このぐらいまでズームしてみるとノイズの乗り方がちょっとね違くなってたりとか、まあこれ 19mm で撮影してるんですけど若干ね端っこがマゼンタっぽい感じというかなんかこう若干色が被ってしまってる気もしたり、あとまあちょっとねアンダー目のところとかはやっぱりねノイズの見方で結構違かったりするんですが、こうやってパッと見で見せられるとどっちがどっちだか分かりづらいぐらい結構ね綺麗な描写になってますね。あとこれとか結構印象的かなと思います。これどっちがライツフォン1でどっちがライカ M10 かって分かりますかね。まあ色もねちょっとライカ M10 の方に寄せつつクロップもして 35mm に近いような構図にしているので若干ね分かりづらいかなと思うんですが、こちらがねライツフォン1で撮影したものですね。全く編集をしない状態だと結構ね色の違いって出ます。これライカ M10 で撮った写真なんですけど、これはね無加工なんですね。で対してこの無加工、同じく無加工のライツフォン1で撮った写真は青の色味とかが結構ね目で見た感じに忠実というか、あんまりこうメーカーの色みたいなのが出てない気がしますね。良くも悪くも原色に忠実なカラーっていう感じがします。まあローの場合はですね、 JPEG で撮影した場合は別なんですけど、ローで撮影した場合だと結構
構ね、なんかうわこれライカっぽい色味とかそういうのにはなりづらくて、まあ、割とね原色に忠実というかかなり現代的な写りをするデジカメって感じですね。まあローデータだとねかなりダイナミックレンジも広いので、例えばねこんな風にこういうなんかプリセットを載せてみて、ちょっとこうなんかノスタルジックな雰囲気にしても面白いし、若干こうね青をシアン寄りに寄せてちょっと明るくして、まあ、サイドをもうちょっと下げてみるとこんな感じでねフィルム調の写真に仕上がったりもしますね。これもね普通のスマートフォンでもできるんですけど、ここまでなんか細部を保ったまま綺麗に編集ができるのはやっぱりねライツフォン1の強みかなとは思いますね。であとライカ M10 とライツフォン1で撮った写真でどっちがどっちかクイズをちょっとやってみようと思うんですけど、これこのキットこれですね流木、これどっちがライカ M10 かどっちがライツフォン1かっていうのをちょっとね見比べてみたいと思います。まあこれに関してはね後ろのボケ感とかを見てしまうと分かりやすいとは思うんですけど、この細かいところのディティールみたいなところは割とね近しい気がしますね。これ F どんぐらいで撮ってんのかな、まあ、レンズのね焦点距離とかも違うので本当に厳密ななんか比較っていうわけではないんですけど、それでもねパッと見で本当にカメラで撮ったかと思うぐらいの質感が出ている気がしますね。これと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 、今紹介した作例とかだとあえてね違いが出にくいようなものをチョイスしているんですが、まあ、例えばねどんなところで違いが出るのかっていうと、こういう写真ですよね。この室内から撮影して海にねあの明るさが合っているので室内は真っ暗になってしまってるっていう時に、真っ暗な部分を持ち上げたいとかそういう時にやっぱりセンサーサイズとかが顕著に出る気がします。例えばねこの写真両方ともパッと見だとね同じような感じじゃないですか。でこのライカ M10 の方をグググッと明るさを持ち上げると、まあ、全然ねまあちょっとノイズは乗ってるけど、まあ、見れるぐらいの映像には見れるぐらいの写真にはなりますよね、こんな感じで。で一方でちょっとライツフォン1で撮った写真の方に関しては暗部が結構ね潰れていて、まあ、それでもねスマートフォンでここまで持ち上がってくるんだっていうのは驚きなんですけど、グググッとやるとかなりねこのノイズの出方に違いが出るのは一目瞭然ですよね。やっぱりセンサーサイズが違うのでちょっと暗い場所とかそのね暗部の情報量みたいな、ハイライトとシャドウの情報量みたいなのがちょっと違うっぽくて、まあ、M10 で撮るとここまで持ち上げてもそんなにノイジーな感じにはならないんですが、まあライツフォン1で持ち上げてみるとかなりのねノイズが出て、ちょっとね目では追えないぐらいのレベルまでノイズが乗ってきちゃうかなという感じです。であとまあこんな感じでノイズは乗るのはもちろんなんですけど、結構ねオートフォーカスも合わなかったりすごいね遅れたりします。すごい迷うんですよ、あの暗い場所だとこうやってボタンタップしてもクイクイクイみたいな感じで迷ったりするので、あんまりね暗い場所とかだと、まあマニュアルでフォーカス合わせて三脚立ててっていう使い方だったらめちゃくちゃ綺麗に撮れると思うんですが、まあ、手持ちでちょっとね暗い場所夜景を撮るとかはかなり苦手な感じかなと思います。この辺はねアップデートでなんとかしてほしいですね。であとねもう一つ実際に使ってみてちょっとね苦手だろうなって感じるところだと近接ですね。例えばまあこのぐらいの距離1メートル以内ぐらいの距離でこういう小物とか例えばねご飯とかを撮ろうとするといまいちこうあんまり綺麗な写真には仕上がらない気がしています。これに関してはね iPhone の方がぶっちゃけ綺麗かなっていうところレベルですね。例えばこの前撮った写真で言うとこれとかだとここ今ねレンズのこの部分にピントが合ってるんですが、ちょっとねそのピント部分を外した周辺まで行くと広角レンズなんで仕方ないんですけど、かなりね外側に引っ張られるような歪み方をしていて、なおかつこうねちょっとね手ぶれみたいなボケになるんですよね。こんな感じでなんかこう眠い感じの綺麗じゃないボケというか、そういうところがね結構あるんですね。で、まあ、ここまで近接ってあんまりカメラだとしないんですけど、スマホだとこれ買いましたとかこういう風にネイルやりましたみたいな写真とか撮るじゃないですか。そういうシーンはぶっちゃけあんまり向いてないかなと思います。例えばこの写真もこのねディティールメッキ部分はめちゃくちゃ素晴らしい綺麗な感じになるんですけど、この周辺に関しては手ぶれを捨てるかのようなちょっと眠たいボケに仕上がりがちですね。普通に考えたらここまではね別に誰も気にしないと思うんですけど、まあカメラと比べてしまうとこのなんか手ぶれをしたかのような二重にボケるような雰囲気のボケはあんまりカメラ的には良くは
ない気はします。であとね、やっぱり近接すごい苦手だなと思うのがこういう写真ですよね。この花一輪、ここの部分にフォーカス合わせたいみたいな時でもなんかこうね、オートフォーカスがタップしたとしてもちゃんとね合わなかったりするんですよ。これ多分ね、後ろ側のこの花にねピントが合っちゃってると思うんですけど、そういうのがちょっと弱かったり、やっぱりね 19mm っていう広角レンズなので一応ボケてはいるけどあんまり綺麗にはならない感じですね。この辺はまあ背景ぼかしっていう機能もあるんで、それと組み合わせるともう少しね綺麗に撮れるかなとは思うんですが、まあ、こういうね花を綺麗に撮りたいとか、何か一つ小さい被写体を際立たせたいみたいな時とかはぶっちゃけそんな向かないカメラかなと思います。まあ、例えばねこのぐらいまで離れて、なおかつねこうやってちょっとねクロップして見せてあげると割とね綺麗な写真に仕上がるんじゃないかなって感じですね。それでもねやっぱピントがここなんですけど、親指がちょっとねボケていたりするので、そういうところはまあスマートフォンで見る分には全然問題ないって感じですね。カメラと比較するとこの辺はやっぱり、まあ、ボケのねなだらかさとかを含めちょっとねやっぱスマートフォン感は出ますね。それでもねこのサイズですかね、まあ、普通はカメラのレンズって小さくてもこのぐらいデコって出るわけですよ。それがこのカメラだとこうやってね飛び出すわけでもなく、この状態のままこれが撮れるって考えると結構ね頑張ってる気はしています。ちなみにこの写真なんですけど、僕が自分で加工していて、加工する前はねこういう感じの写真でしたね。ちょっと暗めで、まあ普通にデジカメでパッと撮ったような写真なんですが、割とねレタッチしてもあんまり波状しないので、このぐらいまで綺麗にレタッチができるって感じですね。こういう使い方が割とライツフォン1は楽しい気がします。まあ、ライツフォン1のね苦手なところに関して、ちょっとね1メートル以内の近接は苦手だろうなっていうところと、あとまあ当たり前なんですけど暗証は結構苦手だろうなっていうところ、オートフォーカスも含めてですね。でもう一つ結構ね苦手だろうなっていう感じたところが、やっぱりスピードを求められる写真とかですよね。例えばスポーツとか動く被写体、子供とかを撮るときは結構ね難しい気がします。っていうのもオートフォーカスが現状かなり遅いんですね。ピントを合わせるためにタップするじゃないですか。タップした後に、まあ、1秒かからないぐらいで合わせて、その後シャッターボタンパシャって押すんですけど、シャッターボタンを押してからだいたい 0.5 秒から1秒ぐらいのラグがあるんですよ。なので子供がここにいた時にウェイとか言って写真パシャって撮ると、もうすでにねシャッターを切れた頃には子供がいなくなってるみたいなことも結構あって、そういうねスピードを求められる場所での撮影っていうのは結構苦手な気がしています。これに関してはね HDR 機能をオンにしているとさらにね長くなったりするので、ライツフォン1に関してはいわゆるねスマホみたいにパシャパシャパシャとかシャッターボタンを押すだけですごい綺麗に撮れるっていうわけではなくて、カメラみたいにこうやってねしっかりと構えて、あ被写体撮るぞっていう感じで撮るのに向いているっていうところですね。まあ、良くも悪くもカメラなんですよ。スマートフォンのカメラとして使うのではなくて、カメラなんだけどスマートフォン機能もついているという使い方で、まあ、そういうねメンタルで購入した方が後々ね気持ち的に失敗したなとか思うことはないのかなと思います。まあ、ちょっとね長くなってしまったんですけど、まとめると得意なところで言うと、まあね5メートル以上離れたようなところのスナップとか明暗がはっきりしたような場所ですねとか、個人的に結構ね綺麗に撮れるかなと思います。あと質感を醸し出したい時、水とか金属とか木目調とか、そういうところはねめちゃくちゃ綺麗に撮れます。でまあそれでローで撮影して、あとでレタッチするのもダイナミックレンジ結構広いので簡単にできますよって感じですね。逆に苦手なところで言うと、まあ1メートル以内の近接とかだと周辺が結構ねぼやける感じになって眠たい雰囲気になってしまうので、そこはちょっと弱いかなっていうところと、あと暗証ですよね。まあ、ちょっとね今回夜景を撮ることができなかったんですが、まあ、ノイズとかは三脚とかを使って ISO 感度を下げればね全く問題ないとは思うんですが、まあ、オートフォーカスが手持ちだとねすごい遅くなってしまったりするっていうところが個人的には結構ね合わないというか、まあ、ソフトウェアで改善はできるんでしょうけど、まだねちょっと弱いかなっていうところです。であとねシャッターを押すまでのスピードが求められるシーンですね。本当はねスマホなんだからこうやって撮って取り出した瞬間にもうパシャって撮れるぐらいのスナップ感があると気持ちいいんですけど、まだねソフトウェア的にはそこアップデート待ちっていう感じです。
なおかつね、最近のスマートフォンの進化とは真逆を言っていて、最近のスマートフォン4眼で撮れない絵はないみたいな感じなんですけど、これに関してはね、焦点距離が 19mm の単焦点レンズなんですね。例えばね、ズームで撮りたいっていう時とか、そういうのにはね、かなり向かないので、まあ、癖が強い焦点距離だから、結構ね、カメラとして使うのも難しいっていうところありますね。個人的にはね、広角レンズをこのフロントに1型センサーじゃないのを搭載して、この1型センサーの方にはなんか35mm とか、それこそねスマホカメラでよく使われる 24mm とか 27mm ぐらいの画角を搭載してくれると、結構ね使い勝手良かったんじゃないかなと思うんですが、まあこの辺はねいろいろな事情があるんでしょう。はい、ちょっとねカメラの感想が長くなってしまったんですけど、まあ実際ねスマートフォンとしてどうなのかっていうと、まずいい点としてはメインスマホとして普通に使えるレベルっていうところですよね。バッテリー持ちに関しても、まあ1日使ってみたんですけど、まあテザリングとか音楽聴いたりとかそういうのしながらでも結構ね、まあ丸1日とは言わないまでも半日ぐらいは持つかなって感じで、かなりね十分な性能をしてると思います。であと普通にねスペックも高いので、さっき Mac で使っていた Lightroom のアプリ版をこうやってね使って写真をこう加工したりっていうのも全然ね楽ちんにできてしまいます。動画編集も全く問題なさそうですね。で、まああとねカメラが綺麗っていうのはさっきも紹介した通りなんですが、まあ見た目もねかなりいいですよね、まあ、M 型ライカみたいなこの軍艦の形をしていたりとか、あとね個人的にすごい楽しみなのがケースがたくさん発売されるっぽいんですよ。今これ付属のブラックのケースつけてるんですけど、レッドとかカーキとか、あとね色を見ると白とかもありそうな気がしています。白嬉しい。シャッター付きのねケースとかも発売されるような、あとストラップとかですねっていう雰囲気も出しているので、それに関しても結構ね楽しみ、拡張性、まあ、デザイン性っていうところで楽しみっていうところですね。というわけで今回の動画は終わりにするんですけど、結論ライツフォン1は買いか待ちかで言うと、個人的にはまだあと半年ぐらいは待ってもいいのかなっていう気がしています。でももうまあ定価もねすごい高いですし、半年とか1年ぐらい経ってくるとだいたい13万円ぐらいとか、まあ、本当に中古だと10万円台ぐらいまで落ちてくると思うので、まあ、そのタイミングを待って買ってもいいのかなと思います。で、まあ、半年とか1年とか経てばねかなりアップデートでそのオートフォーカス性能とか暗所でなんか三脚モードになっちゃうとか発熱でカメラが落ちちゃうとか、そういうような問題も割と解決してくるんじゃないかなと思うので、そのタイミングで買えば一番ねコスパ良くというかライツフォン1を楽しく使えるのかなっていう気はしてますね。であとライカの製品のサイクルって結構ね長くて4年とかぐらいに一度アップデートみたいな感じで、それまではね限定品とかカラーバリエーションとかでまあどんどんね繋いでいくみたいなスタイルなんですけど、ライツフォン1もね来年にライツフォン2が出るみたいなサイクルではないような気もするので、まだね待ちでもいいかなと思います。個人的には今のところ気に入ってますね。はい、欲しい人はすぐ買えばいいし、まあ、気になるけどみたいな人はまだ待った方がいいのかなっていうところです。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。トモログでした。